はい、こんにちは。昭和歌謡、平成 J-POP、洋楽、歌ってみた VTuber のフリスウィンと申します。今回はね、久しぶりに映画の紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回紹介する映画は、いちご白書という映画ですね。こちら、1970年の映画になります。監督は、スチュワート・ハグマン。主演は、ブルース・デイビソンとなっています。この映画はですね、日本では、歌ですね、バンバンさんの、いちご白書をもう一度っていう曲ですごく有名な映画ですね。なんですけれども、実際にこの、いちご白書っていう映画そのものを見た方っていうのは、なんか今は結構少ないんじゃないかなと思って、取り上げました。というのも、この映画、日本で DVD になっていないみたいで、日本語版っていうのがなんか見れない、あんまり見ることができない環境なんですよね、今。で、そのところで先日 NHK の BS で、久しぶりに放送しまして、私同時視聴配信をしたんですけれども、それもあってね、改めてお話ししたいと思います。このいちご白書っていう映画は、1970年の映画なんですけれども、一応原作の小説があって、それを元にした、ほぼノンフィクションに近い映画になってますね。ちょうど当時アメリカでは、学園闘争がすごく激しくてですね、ちょうどね、ベトナム戦争の時だったんで、いわゆるアメリカンニューシネマとして位置づけられてますね。で、お話的にはその学園闘争の中で主人公がどういうふうに、成長っていうかな、経験をしていったかっていう、描いた映画ですね。で、この曲はすごく音楽が、有名でして、主題歌が、サークルゲームっていうね、曲なんですけれども、それがね、オープニングとエンディングに流れるんですけども、この曲は非常に有名なんで、多分聞いたことある方もね、多いかなと思うんですけれども、この曲を作ったのは、ジョニー・ミッチェルっていうシンガーの方ですね。シンガーソングライターですね。この内容的には、大学の、体育会系のですね、ボート部に所属している主人公がですね、その周りでですね、学園闘争が起きている。いわゆるストライキですね、起こそうとしてるっていうのを聞いて、最初は何が何だかわからないっていう感じなんですけども、だんだんそれに、興味を持って、それに引き込まれて参加していくっていう、主人公の彼の心の変化を追った作品じゃないかなっていうふうには思います。なんで、いわゆる本当になんか、そういうドキュメンタリーっていうか、事件っていうよりは、主人公のサイモンっていう青年の、青春映画みたいな感じだと思いますね。で、タイトルのいちご白書。現代はザ・ストロベリー・ステートメントなんですけれども、これはなんか大学の学長が言った言葉らしくて、学生が主張してる、ことは、いちごが好きかどうか聞いてるようなもので、すごくあんまり意味のないことなんだみたいな、そういう結構否定的な、言葉がタイトルになってますね。それはもう映画の最初の方で出てくるんですよね。なんですけども、この映画をね、やっぱり今見てほしいなと思ったのは、そういうなんかね、学園闘争って言っても知らない人がほとんどだと思うんですよね。最終的に彼らはストライキをして、学部長事務室かなに立てこもりをするんですよね。で、最後はね、周平とかに鎮圧されて逮捕されちゃうんですけど、
それが、彼らの失敗とか敗北なのかって言ったら決して、まあ、見てればね、そうではないというふうに感じると思うんですよね。うん。だから彼らの主張は確かに、イチゴが好きかどうか聞いてるだけだったのかもしれないんだけど、彼らが、まあ、平和とか、人種差別とか、戦争とかっていうことに対して、そういう意見を持って行動したっていうこと自体にすごく意味があったんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから彼らの、まあ、闘争自体は、ね、鎮圧されちゃうんですけど、まあ、それを見た人とか、ニュースで聞いた人とかね、そういう人たちにもすごくその行動自体がすごく影響を与えたと思うし、すごくね、意味のあることだと思うんですよね。うん、なんかね、こう今の時代だとこう結果が全てみたいなところがあって、結局失敗だったから意味なかったんじゃないかみたいなね、そういうなんかドライな見方が多いと思うんですけど、まあ、私は決してそうは思わなくて、たとえ失敗とか挫折に終わっても、やっぱ行動を起こしたこと自体に意味があるし、それは自分にとっても周りの人にとっても少なからず影響を与えるんじゃないかなっていうふうに、まあ、私はね、そういう希望的な見方をすごくしたいなっていうふうに思っています。なのでね、ちょっとね、今ね、この映画を先日 BS でやったので、それを録画してる方はね、見れると思うんですけども、なかなかね、日本語を字幕付きで見る機会っていうのはないので、まあ一応 VHS のビデオはね売ってるんですけど、かなりプレミアがねついてたりするんで、あまり見る機会がない映画ではあるんですけど、ね、この映画をぜひ語り継ぎたいなと思って今回、動画にしました。ね、なんか話だけだとわからないかもしれないんですけど、この映画ね、見たことない方にも伝わればいいなというふうに思います。まあ、普段はね、私歌ってみた動画を投稿してるんですけど、たまにね、こうして映画も好きなので、映画のね紹介なんかもしていきたいと思いますので、ぜひね、これからもこのチャンネル、まあ、できればね、登録とか、して高評価とかしていただければ嬉しいなと思います。でね、コメントとかもいただけるとすごく嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。